13歳5歳偽ってる。たまたまケーキありがとう。ん、偽ってないよ。13歳になって、ほんと9期生の最年少。こんばんは。で、聞いたやん。これは、おい、いたやめなさい。23歳じゃなかったっけ。あ、全然違う。これは羊ちゃん部屋です。33? あ、違います、18ですね。たまたま、お団子ありがとう。なるほど。18歳になります。嬉しい。たむたむ、桜餅ありがとう。ナンバのグッズ行ってショップ買います。あ、間違えた。ナンバのグッズ行ってショップ買いますって言っちゃった今。ぜひ。練習してました。やからボサボサの感じです、今。すいません。今日も可愛いってありがとう。そうです、この顔で18です。よろしくお願いします。あ、逆か、いつも。なんかさ、ショールームってさ、内カメで撮ってるかのに見せかけて外カメの写りになるの分かる？だから逆に刺さなあかんのやな。よいしょ。ショールーム初心者すぎてさ、1年やってるけど。ヨシミンがプロやからやっぱ。え、なにこれ。あ、できたできた。こんにちは。誕生日おめでとうってありがとうございます。レッスン終わりのレッスン終わりのチーポンピーです。キヨ、ケーキありがとう。こんばんは。かわいいってありがとう。やめてもう。やばいよ、18になっちゃう。やだ。何歳ですか。18歳だよ。チーがこうやって大喜利を振ってくの、今日先から。大喜利やった、それ。大喜利やで、チーの。もう今日大喜利さんとやったから。そうやね、大喜利やってん、今日めっちゃ。あ、メラメラ NMB48 アーカイブぜひ見てください。結構面白かったですね、今日機会。特に、え、レイのキャラ、今日のレイのキャラ。こんばんは。でも大喜利初めてやった、何気に。そうやね、何気に、なんか避けてたよな、スマコネのさ。え、そうスマコネのなんかアイドルが抜けない、どんなアイドルみたいな。ユウスケ、クマありがとう。それしか見てないから、やってないから大喜利。ゆっちゃん、ケーキありがとう。めっちゃ可愛いって、ありがとうございます。あ、やばい、バーサル、バーサル。ほんまに、やめて。せーな。つりちゃん、さくらもちありがとう。しくわ、ケーキありがとう。ありがとう。え、初めてさ、羊やったんやけど、かわいいよな、この髪型。しかもここは、なんか先だけ外羽みたいにしてもらいました、今日は。そう、大喜利、大喜利さんに乗り切って。あ、なんかゆかたんからコメントが来ました。お誕生日おめでとうございますってやって、あ、嬉しい。ゆかたんからコメントが、嬉しい。憧れのゆかたんから。 M のセンターめちゃくちゃよかった、ありがとう。来てくれてありがとうね。見てくれたんかな、ありがとう。ツイッターの写真待ち受けにしていいですか。ダメです。あれが幸運が訪れると思います。よっちゃん、ケーキありがとう。バラエティ力めっちゃ上がってて、ビビった。え、ほんま嬉しいねんけど。今日も顔かわいい、嬉しい、ありがとう。え、バラエティ力上がったんかな、分からへん。上がったって、ピーちゃん。嬉しい、レイ。え、そう。いじれへんで。え、そうやね。ほうちゃん、絶対出てほしいって言ってたよな、マネージャーさんにも。うん、何かの誤差で、何かの誤差が起きて、出演できませんでした。レイナと私と絶対おもろかった。絶対おもろかった、MC な。レイナとな。そう。レイにはずっと宣戦布告してくるし、ほうちゃんは、うわっ、うわっ、ごめん。あ、危な。こんばんは。こんばんは。チーターも出たかった。チーターは出るって言ってたんですけど、え、ほんまに出るって言ってたよな。言ってたんですけど、なぜか、なんかなかったことにされました。ポリポリ、なんで？なんで？チーは出る予定やったのにな、ほんまに。うん。の。ポリポリ。
ポリポリ、それ以外秋葉先生にやるやつちーたんはね、ポンちゃんとさ愛していたとかやろうと思った。あ、マジ生誕で初ユニットですか。ちーぽんでなんで笑うの、ポンちゃん。そうやおうよ。ほのぴーがレイポンのめっちゃ好きやからこれからもよろしくねやって。えほっちゃんレイのこと好きやもんなって話今日楽屋でもしたよな。ほっちゃんレイのこと好きなんです。17歳の一番の思い出は、はいはい、ちーたんと遊んだこと、うん、そうです。出てちゃう。え、でもほんまにちーと仲良くなったよな、うん、去年の誕生日の時はここまで仲良くなかったちーと。え、なんかさ、去年さ、うん、レイポンとさ、レイポンの誕生日に焼肉行くみたいなの言ってたけどさ、え、そうなの、俺が仕事入ってキングだったみたいなのなかったっけ。そうなの、あったやん、なんか焼肉行こうってキング行こうって。え、チータンは？ちゃう、レイポンと二人で言ってた。気まずい、チータン違った言ってたやん、誕生日当日に行く予定やって。え、違うで、だって誕生日当日はレイ、だって旧期生のさ、コヨリンとかテンナ、じゃそれ、え、それ全え、いつやろ、え、全然覚えてないんだけど。レイポン誕生日に行くよってやったんやって。え、でもほうちゃんとは約束しすぎて。でもそれで無理やって、なくなって。でも今年はいっぱいご飯行ったもんな、うん、仕事入って行けんくなって。でサンプルだけ渡したの覚えてる。あ、お、あ、覚えてる、え、覚えてる。え、それ持ってきてる今使ってる。当日の人と思ってたけど焼肉行く時に行けんくなったから、その前の出したの覚えてる、うん、ありがとう、もらいました、まだ使ってます。ジョセフ、ケーキありがとう。そうですね、今日もご飯行きました。そう、今日もご飯行ったんです。チータン、誘われてない。だってチータンおらんかったもん。そうやで、ゆっちゃん、ケーキありがとう。ちゃんやま、うわ、なにこのペンギンかわいい、ありがとう。いいな、ありがとうございます。何好き。でもマジで何気にこの二人が一番ご飯行ってると思う。それはそう、言ってる。あ、チートンは実は違うんや。だってレイチートン2番目なんだよもん。違うし、そんなこと言いたいことない。え、か最近痛い、お風呂上がりですか。お風呂上がり、お風呂上がりですか。痛い、やだわ。じゃあなんかねえ、なんか出てき、なんか出てきそう。おもろい。じゃあなんか用途したことあったの、痩せちゃったやんか。キング行きたい、焼肉。え、キングってレイたちが前行ったとこ。行った。あ、行こうよ、じゃあ。チータン行ってない。行く？3人で。行こうよ。レイポンと行ったの、そういえば。うん。え、あれっていつやっけ。去年のなんかライブ終わってから8月ぐらいに行った。あ、8月か、まだでもあれは夏ぐらいに行って韓国フェア行った。え、なあ、ほんでレイポンが辛いラーメン調子乗って頼んでなんか全然食べれへんくて私によこしてきた。二口しか食べれんかった。私が食べた、なんかブルダックみたいな。え、ブルダック麺大好き。え、辛かったあれ。それをなんか調子乗って頼んで食べれへんくて、私がいけるやろとかまで頼んだら私がレイポンのもも食べたっていう。マジで無理やった。え、韓国フェアの時置いてたけど。え、チータンも行く。もうやってないの。行こうよ。ケーキの面白さにやっと気づきましたって、嬉しい。ありがとう。おっそ、やめて。やめてくれ。ありがとう。行こう。メラメラおもろかったの。それな、マジでおもろかった。メラメラ楽しかった。しかも過去一なんかバラエティでなんかちょっと暴れた気がする。あ、なに、そこまで暴れてはないけど、レイの中では暴れた方。うん、うん、頑張った。今日はいっぱい話して、うん、話してたな。うん、いつも、まあ、同期だけっていうのもあるけどな。確かに行きやすいもんな、うん、話し行きやすい。 あと芸人さんがさ拾ってくださるやんか、芸人さんって、うん、あ、被害者みたい。うん、違うんだけど、壁ポスターさん。あ、そうなんや。そう、配信で見てたよって、ありがとうございます。そう、私牛乳めっちゃ入ってる。あ、でも気になる方はぜひアーカイブで見てください。床まで飛んだ。あのレジャーシート敷いてんだよ。床まで飛んでるし、自分で拭いたもん、雑巾で。前髪にもついてた。ファンの人に飛んだ。いや、うん、飛んでないけど飛びそうやった。え、ファンサービス。え、違うよな。
牛乳だって嫌だ、臭いよ最低。誕生日おめでとう、ありがとう。アーカイブ見てください、ぜひ。マジ見て、どんな感じやったの。それでみんな感想をツイートして、またキュッて呼ばれるようにしてください。そうで、初めてやった、あのイヤホンガンガンみたいなやつ、人生で初めてやったの。怒られた長見先生おもろかった。でも綺麗な人は見てください、アーカイブを。ほんまに見ていっぱい感想とか言って、言ってください。みんな意識が出れるようにしてください。またちょっと大人の事情入ったね今チーターも見たい、見てね。じゃあチーも、チーターも見てください。そう、お仕事戻りますって。まだ働くの、頑張れ。あ、そう、お疲れ。あ、そうや、言おうとした話、何レイ、ラーメンを最近久しぶりに食べたのね。でもそれはラーメン屋さんのラーメンじゃなくて、お土産でもらったラーメンを食べたの、久しぶりに。それでラーメンをこの1年でマジで5本の指に入るぐらいの回数しか食べてないの。なんでラーメンなんか美味しいよな。でもなんか好んでいかへんくなってん。チーターブルダック麺大好き。それで久しぶりに食べたら、聞いてよ、そこでさ、やらんといて、ごめんね。で、いいよ、もうそんなさ、そんなしたらレイがいじめたみたいになっちゃうやん。そうや、何が違うそれもちゃうねで、それで、やからなんかそれで久しぶりにラーメン食べて、なんか、あ、ラーメンってレイ食べへんでも生きていけるんやって思った。それだけ。オチはない、ちなみに。オチないの話すんない、ごめん。もう今日の笑いは全部さ、使っちゃったメラメラに。ラーメン食べたの。そう、ラーメン食べたの。やぎってた。そう、なんかなんかさ、今日もあったよな、その話。あれや、メイク部屋でさ、何やっけなんかさ、言ったやんってやつしたやんか。もう忘れた、マジで。なんかこれ話したやん、言ったやんみたいなやつ。覚えてない。そでも言ったの覚えてない、覚えてない。え、昨日やっけ。ちゃうちゃうちゃう、絶対ほうちゃん。今日絶対ポンちゃんのツイートする、おめでとう。間違えた、明日起きとくな、ちゃんと。ちゃんと起きとく。でもレイ、ほんまに12時に回るタイミングでお風呂とか入ってそうで怖いねんで。わし、うん、もこの前お風呂でツイートした。え、入りながら。え、ほんまに怖い、それが。間違えさ、裸のしちゃダメだ。てんちゃんの変化に起こってたレイ、怖かった。てんのが邪魔してきた。ポンちゃんの、うん、おい、メラメラ見てくださいね。そうだから、ほんまに怖い、お風呂とか入ってそうで。ねえねえ、ポンちゃんの可愛いエピソードしようか。いいよ。今配信やのにさ、うん、香水塗ってたところ、始まる前に知る。可愛いポイント。え、じゃあほんまにな、いい匂いやねんこれ。いい匂い。布教していい、布教していい。ダメダメ、ポンちゃんの匂い、それどれ、やっぱいいよえ、これマジでめっちゃいい匂いすんねん。ポンちゃんの匂いです。つけたらポンちゃんになります。あー、あ、この、あ、この匂いね。これいい匂いやの。誰？何？これポンちゃんの匂い。そう。これめっちゃポンちゃんの匂い。これめっちゃいい匂いすんの。これポンの匂い？これポンちゃんの匂い。絶対ポンちゃんの匂い。ポンちゃんの、あの匂い。そう。これマジで。え、だからさ、ケースも買ったもん、可愛すぎて。なんかさ、ポンちゃんさ、これつけてない日、一瞬でわかんない。マジ？つけてる日？これずっとつけてる。これマジでいい匂いする。匂い違うっていう。しかもこれは。これマジでいい匂い。結構さ、ずっと前からじゃない？そう。これ？うん。12月ぐらい前じゃない？12月ぐらいじゃない？うん、あ、なんかその時にもらった香水がなくなっちゃって、うん、新しく買った。なんかさ、12月のさ、あの世代交代前夜公演の時もその匂いちゃんとしてた。え、そう。ちな、うん、覚えてんねん。知らんねんけど。え、なんかいやいや変態みたいな。マジでいい匂い。でもこれはマジでいい匂いするので、おすすめって言って紹介しひん人。え、これ紹介したらあかん？いい？いいよ、まあ、でも安いで、これ。あ、だからやめとこなんか恥ずかしい。チータンは香水つけてますか。うん、チータンつけてる。何匂い、嘘つけよ、つけてない。つけて、あ、チータンつけてんのな。今はつけてないけどさ、つけてるっけ。つけてるよな。うん、ほらほら、何匂い。うん、チータンの香水匂いたい。いいよ、みんな人の香水匂いの好きだし。チータン、じゃあ明日チータン出てくるわ。でもレイはあれが好きやねん、石鹸の香りとかのシンプルな香りが好きやねんけど、やっぱりそっちにする。なんでなんでなんで。お家でシャンプーしてくるわでも最近ハマり出してんねん。なんかさ、先輩らがいい匂いやからさ、意識高まってくような香水やの。ミカラさんのいい匂い。わかる。大好き。私ミカラさんの匂いとかも好き。わ、いい匂いする。
ミユさん。あーミユさんわかる。甘いね。わかる。マジでさ。はるかさんとかもいい匂いじゃなかった。先輩の匂い格好すぎ。好き。変態よな、吸気だから、そう考えたら香水匂いちょっと楽しくない。自分らは足臭いな。こんなやめて、その話さ今日もしてんな。そうやねん、もう3度目やねん、この話。好きな人は見てください。ファンの人の前ですんの。ごめん、レイポンの今日だかって言うて、ありがとう、嬉しい。今日で17歳最後。そう、ちーたんとやっと3つ差になるね。やっとってやめて。え、そう、3つ差。え、レイとちーって3つ差やねんな、意外と。そうやで。私4つ差、うん、違うで、だって私さ、弟とちーた同じで 3つ差やもん。あんたは2つ。え、ほんまや。何言ってんの。ごめん、2つ差やった。何言ってんの。気遣い人、ほんまや、2つ差や。チータンと弟同じ年やからね。そう、2つ差なんですよ、実は。ピロピロしちゃおうぜ。ピロピロしちゃおうぜ。2歳差やったら、まあ言うてそんな変わらないわ。確かに。高3、高1でかぶってることか。そう。あね。そうそう。そうなんだ。チータンと被ってない。ポンちゃんが先輩やったってことやばくない？え、そうやで。私はチータンの OG のとこやった。OB か。OB。うん、OG、OG。ガールやから G やな。危ない。あ、そういうことか。オーバーと OG やと思った。だから OB やと思った。しゃべる。やるよー。ポンちゃん何言ってんの？ほんまに。わからへんもんだ。まあ、17歳の1年とかの振り返りはちょっともばめでしようかな。おい、有料コンテンツに持っていくな。なんかその笑い方初めてしたんやけど、もばめでします。おい、有料コンテンツ嫌だ。もばめで話します。何もしみたいって。握手会でレイの香水かけるかなやって。嗅いでください、ぜひ。臭かったら嫌やからな、いい匂いにしとこう。何の匂いか特定してツイッター載せてください。特定してください。そう、17歳最後のご飯はほうちゃんとやったってことやで。そうやな、そう考えたら。もう最悪。ちーだって仕事やったやん今日。ええ。でも最後にこうやって3人でいるのは幸せじゃない？そう考えたら。じゃあちーたん今日ルイになる。無理やで。あぶれ。気づいてくれてよかった。ルイになるもん。チータ無理。ルイ君になる。家帰りなさい。チーはチー。お姉ちゃんが待ってるよ。お姉ちゃんは違う。生誕祭ぜひ来てください。あ、おもろい。ヨチーだ。これ何？何これ？え、富士の。そう。あ、そうや。え、それ何バカにしようとかやめてな。お姉ちゃんからのお土産やから。あ、そうなの。うん。え、お姉、ね、え、マジでなれ、ね、家族大好きやねん。お姉ちゃんと お土産、家族でお揃い4人で。仲良、お姉ちゃんとお揃い。そう、家族とお揃い。これレガな、可愛すぎて家族にお土産買った時に自分のも買ったやん。これは富士のキャラクター。これマジでさ、紹介したいね、ファンの人に。この辺のキーホルダー系、チータンっていうキーホルダー。もういいってば。ごめん。え、18歳って何時まで配信できるの、ショールーム。9時。嘘。え、私10時までやった気すんの。え、12時までできるようにならへんの？大学生じゃない？18になったらできんじゃん。え、じゃあ12時までできることができます。じゃあポンちゃんもう大人やん。え、てかレイさ、18になるのがもう3月29やからさ、あれかも。もう4月からやんか。4月から。だからすぐできるようになるわ。すぐできるようになる。嬉しい。タッチタッチ。好きよ好きよ好きよ。タッチ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 。チータのこと好きって？好き。もういいってチータン大好き。ポンちゃん、ポンちゃん、間違えるな。え、ねね、これダメ？今、あ、いいやん、紹介してみよう。チータン大好き。チーが先。チータン大好き。あ、これはあんま見せん方がいいかな。やばい。チーが先、隠そうじゃん。チータン大好き。マカロンを買ってきてくれました。レイとホーちゃんとヨシミンの3人に買ってきてくれました。嬉しい。 STU の高3の子はもう24時まで配信してて。え、そうなん？なんか NMB とかそういう、いや、ショールームのルール上じゃない、うん、ね、ありがとう、チータ、嬉しい。チー、ありがとう。え、じゃあこれ渡してき、ヨッチに。ヨッチチーからもらいました。チータのリアクションみたいなのされる。誕生日ケーキだよ、これが。スクショタイムやめて、無言で。バレた？バレた？無言でスクショタイムしました、今。今日もお姉ちゃんからもチーズケーキがあるのかな？はい、実は。いいな。明日食べる？うん。
もう食べた。昨日、昨日お姉ちゃんがサプライズで用意してくれた。優しい。でもそれまたツイートするから言わんといてよ。ツイートするのとしてたよ。じゃあいただきます。いただきます、チータン。美味しいかな。チータンが作ったみたいな言い方できます。うまっ。うまっ。本当？うまい？美味しい。よかった。いや初めてさ、マックドのさ、チョコのマカロン、なんかさ、お化けのさ、なんかイナバウバーみたいな。何マジで美味しい、これマカロン。え、マカロンってめっちゃうまいな。え、美味しい、マジでマカロン。うまっ。マカロン、マジでうまい。マカロンうまい。マジやばい。マカロン。えぐい。ポンちゃん大好きさん。そこまで言うとさ、ちょっと嘘みたいかも。ほんまにうまい。めっちゃ美味しいよな、これ。本当？マカロンマジ初めて食べた。え、なんか甘すぎひん感じが良くない？マカロン。マカロン。あれ、こんなところにマカロンついてる。めっちゃ美味しい。マカロンってこんな美味しいの？マカロン好き。マカロンついてる。マカロン2つついてる。あれってことはこれクリーム？チョコです。明日フェスですよ。頑張れ頑張れ、ポンちゃん。うまっ。じゃあ東京まで行こうかな。うん、応援しに。でもさ、こっそりさ、ピンクのペンライトってレイポーン。やってな、ほんまに。うん、東京行こう。じゃ東京の皆さん会いましょう、明日一緒に現場で。それで後半の大炎上やね。え、いやいや、それも嘘つきって怖っ。怖い。めっちゃ美味しかった。美味しかった。マジで美味しい。マカロン皆さん毎日頑張りましょう、一緒に。買いに行こうかな。チータのチータ。チータ行こうや。え、行こう、チータ。ええー。この前行ったけどね、チータと。え、そうなの？いや、サムギョプサル食べた。え、サムギョプサルさ、何気に食べたことないねんけど俺。美味しかったよな、めっちゃ。韓国料理屋さん行ったらさ、サムギョプサルじゃないやつはな。レインボー裸いける？え、びっくりした。裸見せれる？みんなに。え、普通にショールーム NG すぎる。バンされねんけど。誕生日配信で。それは終わってからにしよう。え、ねね、鏡持ってる人なんかして。え、でさ、お風呂とかさ一緒に入れへんねん、人と。あ、じゃあ無理や、バイバイ。歯に詰まってないかチェック。友達がりちゃんにハマってくれたのに留学行っちゃった。ええー、泣いてまーす。そんなん。じゃあレイよ、レイも一緒に行こう。無理な、行きます。泣いてまうで。帰ってきたら会いに来てね。嬉しいよ、友達に布教してくれたんよ。嬉しいねんけど。え、何の話してたっけ。あ、そうそう、人とお風呂入れへんのレイ。あ、そうなん。え、そうなん。お姉ちゃんとかも嫌。え、そうなん。うん。いや、私たち、私と青原姉妹で、ね、この前あの、ガンパイを送ってきて。バンされるかも。え、これはガンパイ。あのさ、バンされるかも。そう、ガンパイ送りだって、ガンパイ送り。え、行ってきたん。そう、いいな。その帰りにいっぱい汗かいてサムギョプサルを買い食べて帰るっていうコースを定番化したいわけ。え、いいな、いいな。だからレイポンも来るかなと思って聞いた。え、岩盤浴ってさ、裸なん？その後ね、温泉とか入るやん。あー、そういうことか。あ、だ、気まずいわ、ちょっと。チータ、これ恥ずかしいけど。温泉とかもな。全然好きじゃないって言ってるやん。チーめっちゃ好きやで。違う、もう嫌だ。カブト、ありがとう、ペンギンみたいなやつ。寒いよ。え、あのさ、ナンバーに美味しいサムギョプサルあの知ってる？え、しろ食べ放題やねん、しかも。行きたい。え、あの、普通にさ、スシロー、あ、言っちゃった。スマルローのさ、隣、建物。え、アムザ？え、ん？アムザ？アムザじゃなくて、アムザかも。うん、アムザ。え、そうなんや。2階、2階にあんねんけど、行こうや、みんなで。え、来た、行こうって言った。え、2000、あ、生々しい。レイの生誕祭ためだ、仕事休みよって。わー、ありがとう。生誕祭会いに来てくれますか、皆さん。3日です、3日。プールは行ける。プールは行けるけど、プールはマジでここ3年ぐらい行ってないです。
中2の時にバレー部のこうみんなで行ったぐらい。うわー部活っぽいな。娘以来行ってない。え、そうだから中2で行ったの。え、バドミントンの子。そう、バド部のこと行った。そう、あ、しかも行ったのプール分かった。え、それでさ、無理やねん。あ、いいよ。え、いいけど、なんかさ、恥ずかしくない？あ、でもそこもあれやったの、スパワールドやったから。え、で、だからほんまに裸なんかだからバンされる。大丈夫、この17歳最後の話取る。確かに、やめよう。もうダメ。やめよう。そう、生誕祭絶対来てください。3日です。メンバーも発表されて、泳げるんですよ、レイって。100メートル。チータも泳げんねん。100メートル泳げんねん。チータも泳げる。犬かきじゃない。結構ガチのガキ。ガキやめてる子がする。イルカになれるよ。そう、中2だから結構前です。でもその時もショートやった。ショートっていうかボブ。レイショート？レイ引退してからショートにしてん。意味わからんの。川崎の先生、レインボースターありがとう。普通逆やねん。普通逆やねん。バレーブロボってさ、ウィンター短いよな。うん、なんで短いかっていうと、なんか長かったら強そう。え、違う違う、長かったら確かに短かったら強豪っぽっこりよな。え、見えるやん。まあ、それもあんねん。それも一個あると思うねんけど、うん、なんかマジでレイの顧問の人が言ってたのは、うん、長かったらなんかその相手のネットに髪が越えた時に危ないみたいな。セッターの人とかがさ、こうクッてなった時にこうそのネットに、ネット越しに髪がシュッてなったら危ないやん。挟まっちゃうってことやろ。で、髪がわーってなる。違う、伝わらへん。え、そうだから、でもプロの人は長いやん。だからレイは中学の時長くていいやんっていう思考やって。あ、いいやろ。チータもようだ、レイモンスターありがとう。ポニーテールが強いっていう思考やったのにボブにしてもらった。あ、でも分かる。バトルの人ってポニーテールのイメージあるのか。あ、分かる。お団子とか強そう。え、ね、やっぱ他のグループの同学年の人は24時までやってるらしいよ、成人した人。今の時間18、うん、やってみたら。レイはまだ18なんてないから、そもそもが無理。どれがあるかと思って、その会いたかと思って。会いじゃないよ。怖い話してもいい？いいよ。いいよ。天野ちゃんがさ、劇場のさ、トイレ前でトイレ幽霊見つけたらしい。あ、言ってたの。勝手にな、トイレの蓋が、そう、ドアが開いて蓋がバンバンって閉まったらしい。え、それ良くなるやん。え、ならない。そう、毎回それやで。人感染者じゃないじゃん。え、それレイ毎回やねんけど。え、あ、レイやから。おもんない。こんにちは。そう、もうすぐ成人。ねえ、こう、ああいう話さ、なんで17歳最後の配信でするの。え、なんかお札かなんか、なんか祭ってるやつが落ちたらしい。ダメだよ、ほんまに。ほんで西馬がこの前公演中に幽霊見たって、ステージの。てなちゃんさ、イントロで引っ張られたらしい。あ、言ってた言ってた、背中なんか。ほっちゃん、クマありがとう。緊張してたから、緊張保護してくれたのかな、幽霊が。17歳最後の滑りやって、もうほら、もうあかんやんね。あかんて。いや、もうここで悪い運使い切ろ。で、18歳はいい運を持っていこう。そうやな、うん。そうしましょう。チータも17歳になるわ。もうでも、レイ、人生ハッピーに生きていく方法があんねんけど。何伝授してあげようか。言ってみいや。ほんまに自分が人生の主人公やと思うこと。あ、その通りやな。ほんまに、だって誰にとってもさ、自分が主軸やから自分が主人公なわけやん。あ、せやな。一回でも脇役って思ったらあかんねん。せやな。うん、せやな。何、ポンちゃん今主人公なの。え、だからレイは17年ずっと自分が主人公やと思って生きてんねん。今さ、NB に入ってるモブ A みたいな。脇役で俺ら、今脇役。あ、違う、そういうわけじゃないやんか、もう。ポンちゃんね、脇役 A です。もうなんかもう、旧規制ってこういうめんどくさい解釈ばっかするからね。脇役 A です。カブト、さくらありがとう。さくら。チータ脇役 B です。ありがとう。チータ、ポンちゃんのさ、お友達やと思ってたのにさ、うん、友達 A とか出るもん。チータ名前出てこない、うん、友達 A とかなるから。もう無視していいですか、このちょっとメンバー A、 あのメンヘラ、メンヘラメンバーたちは。メンヘラってじゃ、だからそういうわけじゃないけど、その A とかじゃなくて、ただ自分がなんか楽しいって思えるように、そうやって生きていくのが大事ってこと。そうだ、ね、素晴らしい考え。帰って生きてきました、私は。やから、レイは泳げないプールも 100m 泳げるようになりました。
ういうことする関係ある自分は自分は主人公やから革命を起こせるとか思ってたら、うん、いけんねん体力で根性でなできるようになんねんいろいろ根性ど根性そうそうあなるほどトマトさん、はい、レインボースターありがとうそう18やんなでももうこんばんは汚いんだけどこのさスカートさカーテンみたいな褒めてんのそれは絶対褒めてないカーテンみたいな生地褒めてかわいいってありがとう今日は羊ちゃんしてよ初めてした羊明日のフェスの髪型大丈夫かな明日のフェスでこれあればよかったなとかちょっと思ってるチーそうレインボーツインテールしすぎえそうだからでも次のツインテールやと思うよそうでもチーこの間レイがセンターする日もチーそれって言ってた、うん、だからほんまにしたよツインテールばっかやめて他の髪の毛も見たいでもあんまさあでも明日の衣装によるよな他の髪の毛も見せて明日の衣装4色分からへん明日の衣装まだ知らんねんレイ、うん、そう普通にしたらいいよごめん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 普通にしたらいいよえでもさ固定ヘアみたいな長さがちゃうから再現はできんけどやつしたいのあれもハーフかわいいもんそうそうかわいいねあれクラゲクラゲもかわいいノーマルだったノーマルあれ内巻き、うん、両耳かけかそうえマジでチーム M の先輩大好きです先輩さん優しい優しいんですチーム M クマさんえなんかさフェスってさみんなさ可愛い髪型してるイメージないちょっと派手な目立つ髪型してるちゃん可愛すぎてやっぱじゃああるやん見つけてほしいツインテールにしたらハイツインテールツインテールって多そうじゃないえそう他のアイドルさんだからお団子とかにしよっかなでもあいいんじゃん悩んでます悩みますいいじゃあさなんでもないかいあチーポンポーズ披露していいほーちゃんあしようせーの何これえ違うでチーポンポーズこうやろあこうかごめんせーの見てほーちゃん突っ込んでこれ見てあー寝てる寝てるもう嫌だ突っ込んでほしかった今ごめん寝てたじゃあもう一回ポンちゃんに逆やる顔え、誰どっちがやるのレイうんそう、そんな顔するレイよくあ、それこれこれこれよくやるちーたん、ポンちゃん研究家かもしれんえ、そうあ、今の TikTok をチーポンで載せあ、チーポンじゃないわ青原四姉妹で載せた TikTok で最後にこの乙女の逆襲だのとこは顔が一緒っていうコメントがあったんですけどえ、そう、あったのあれはそうわざとなんですよ。チーがその後になんかチーの企んでんねんな顔が、うん、その時の顔が、うん、やからチーはレイの表情をレイの TikTok やから真似したらしいです。えそうあのえなんかさ前にさ最上級撮ったやん、うん、コリンズでその時にやってたね。そう。だからチーさんも そしたらレイもその時その時もその顔したから二人が同じ顔になってめっちゃおもろかったよな。めっちゃおもろかった、うん、タクレインボースターありがとうポンちゃんとずっといるからさ見ちゃうねんかってだからレインもチーがよくする表情とかわかるもんわかるよな俺はえ、わかんないジョセフお団子ありがとうタクレインボースターありがとう生誕祭行きたいけど NMB のライブ行ったことないですこの私も全然いいよおいで来年来てほしいな NMB のライブとか来てなくても大丈夫生誕祭なんならじゃあその日デビューしてみましょう公演公演デビューしようね一緒にほーちゃん静かにほいほいほい静かにほい明日のフェスの注目アイドルはえ明日のフェスの注目アイドルでも私が個人的に湧いてるのは NMB の後がノットイコールミーさんなんですねあそうなんやなので私は拝もうと思ってますえ、誰か好きな人だったっけ？いや、後やったと思う。谷崎さやさん。谷崎さやさん、神押し。入るんじゃん。
で会うとかじゃない、拝める、拝むねんね今遠目で、だからペもうこうやって振るぐらいのもう距離で行こうと思ってる、近づくとかじゃない、写真撮れるかな、違うそんなんじゃない、もうレイはあそうもうそういう応援してますとか言わへんの、言わへん、チャイシもケーキありがとう、そうちーたんはがれいちゃんに応援してますって言おうと思ったの、え聞きたい、えはがれいちゃん応援してますありがとう、ピンク色のペアライト持ってるのでよろしく、うん、ありがとう、レスください、もちろん、チーたんの今顔死んでたね、お誕生日メイトってありがとう、からって言わないでもうもうトゥンカロン、え新生部新トゥンカロンの美味しいお店の知ってる、トゥンカロン、あのさ、マツケン、あそこで、マツケンサンバカフェみたいなのがあったとこ昔、チャーシもレインボースターありがとう、そこの1個上の階かなにあんねん、めっちゃ美味しかった、トゥンカロン美味しいよ、また今度行こうよ、見たことない、いや美味しいよなトゥンカロン、行こうって言ったのに、あんたが仕事やった、トゥンカロン行こうって、もう閉まってる、閉まってんの、閉まってるよポンちゃん、閉まってるよ、17歳のポンちゃん好きでした、ありがとう、18歳のポンちゃんはあんまりそんなこと言ってないじゃん、まだわかんないもんね、18歳のポンちゃんはどうなる、え、わかる、どうすんの、グレンの、どうするどうする、レイがからさ、めっちゃ金髪とかでさ、ヤンキーなっていうかも、ね、でもレイ髪染めへん、赤いカラコンみたいな、髪染めないよ一緒言ったで、うーん、なんかあんま染めたいって思わへん、なんかもしこれから染めたくなったらその発言後悔すんで、だからアイドルの間は普通に染めへんし、地毛ずっと、うん、ちょっとあんま染める気はないかも、だって黒髪のアイドルが可愛いもん、まあそれはそうやね、茶髪とかは、うん、黒髪、黒髪、黒髪の重めのパッツンとか重めのこのこの辺で分けてる、俺やん重めの黒髪ってこんばんは、あの写真出たやん、あの全員のさ、あれおせっかり世界やの、めっちゃ前髪重かった、あれびっくりした、あの写真それだけ端くり前髪重いやつもね、めっちゃ重かった、マジでじゃあなんかじゃあね、遅れ毛はあってほしいかも、最低最低やで、それ遅れ毛ないのいじんなよ、遅れ毛ないのいじったらあかんよ、え、ないで、ね、レーニャもないよな、レーニャもちょっとあんのか、あ、そうなんや、ヘアレンジするときとかつけてるやん、私何もせんか、だからレイはこの重めの前髪が好き、一回な、一時期なマジで髪の毛の前髪の量減らそうと思ってんな、一回、うんうん、でも一回減らしてんけどやっぱ重めがいいわと思って、じゃないそれ、チータンさ一時期さ一番前髪少なかった本数3本前髪死ぬ、死ぬって束の3本ってことやんな、たまにもうこんなんが3本、え、でもさ、おるくない、それでちゃんと成り立ってる人、ちーたんは多分成り立ってなかった人やと思うで、ま、でもちーのさ、顔、え、かわいい、え、かわいい、え、やっぱ前回が好きしたらいいな、この前、その話だってさやっぱおったっけミカノさんやんな、え、違う、メイクルームやろ、そう、ミカノさん、めっちゃおもろかった、メイクさんがさ、あの前髪の話でさ、メイクさんとミカラさんがなんでそんな重いって聞いてきてさ、それでほんまにさ、メイクさんがさ、あのシシドカフカフカさんをイメージしてって言ってさ、めっちゃ笑ってた、え、ミカラさんってあんな笑うんやってぐらい笑ってたから、え、そう、マジこんぐらい笑ってて、めっちゃ笑って、笑われた、ほんまに、いや、ミカラさんに大受けしてる、羨ましいと思うぐらいミカラさんが笑ってた、いい、私が笑われたって言って、私も前髪も笑ってたんやけど、キヨ、桜餅ありがとう、え、だからマジでミカノさんってさ、笑うし、おもろいしさ、うん、けど、なんかこう、声に出して笑うタイプじゃないってわかる？わかる、だけど、声に出して、めっちゃ笑ってて、めっちゃ可愛かった、マジで、ちょっと MC、いや、その話だってさ、で、その、ちょっと公演前に、待って、もう一個面白い話あってさ、うん、公演前に、ミイケさんと話してて、うん、ミイケさんがトノピーって前髪薄くせえへんのって言ってきたって、うん、で、前髪薄く、これも前髪も含めて固定ヘアなんですって言ったら、うん、私たちの時前髪も自由やってよって固定ヘアなくて、そうなんや、そうなんですねって言ったら、でもその前髪似合うのすごいよ、この世界に似合うトノピーとアモロちゃんくらいって言って
アムロさんパピダモちゃんくらいしか似合わないよ、その前に出てきてさめっちゃおもろくてさえ、でもさ、ホノピーってさ、いろんなさ、公演またいでるやんか、うん、またぐたびにさ、聞かれてるよな、絶対聞かれてる、毎回見えすくせえへんなって絶対聞かれんねん、うん、でもそんな気がする。だってさ、先輩メンバーさんもさ、固定部屋は通ってはいるけどさ、もうさ、そんな凍らへんから、うん、ここまでさ、分厚いホノピーとアムロさんしかあんまり似合わないよでもさ、そのアムロさんが出てくるのがすごいよな。そう、めっちゃおもろくてさ、あんまそのイメージないね。ゆっちゃん、ケーキありがとう。ホノピーとアムロちゃんしかその髪型似合わへんからすごい、マジで面白い、ほんまに面白い、めっちゃおもろかった。これやから NMB は面白いんだ。ほんまにおもろかったけど、 MC とかで言えへんからさ、くそもう爆笑したもん。確かにめっちゃおもろい、ほんまにすごいよ、このピー、このピーとアムロちゃんしかその髪型は似合わへんって言って、ほんまにおもろい。でもそれをボケと思って言ってはらへんから、すごいね。なんか誰かと一緒やねん。わ、誰やっけ、出てこい、シン、レインボースターありがとう。誰かもさ、真面目に言うやん、ボケを。ちーたん、ちーちゃんはふざけてる。誰やろ、マジで思い出せへんな。ちゃん山、レインボースターありがとう。え、チーも真面目やねんけど、ちゃうねん、ちゃうねん、ちゃうねん。誰やっけ、出てこない。また思い出しています。カズ、ケーキありがとう。ケン、レインボースターありがとう。ニコもありがとう。見てると幸せ、元気ありがとうで嬉しい。リーちゃんみたいに元気を与えられる人であります。もう与えてます、元気を与えてます。元気元気元気、誕生日おめでとうってありがとうございます。明日なんです、イエーイ。ケン、レインボースターありがとう。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンポンポコポン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 、嬉しい、ありがとう。あ、なんかミユさんバーされたみたいなのいつだ。ありがとう。やって見つかんねやろ。それな、バンってさ、どうやってなってるんやろって思う。運営さんが見に来るのかな。どうなの。AI じゃん、AI、今の時代。すごいよな。だってそんなん人がさ、数めっちゃあるルームをさ、監視してるわけではないやんか。AI じゃないの、AI。AI なんかな、AI、あ、それはもうさ、替え歌やから。そうね、めっちゃ気になる。なに、やめて。明日フェス、手作りちゃんに投入でお会いする、ありがとう、嬉しい。変な夢に行った。ありがとう。え、見に行った、私見に行くで。怖いからやめて。怖い、怖い、どのぐらい怖い、怖い。お姉ちゃんと、お姉ちゃん見に行った、まるまる、あの、ミンチョと、ミンチョまだミンチョ、あ、見ミンチョ見て、ハブ行ってる。違う、青原四姉妹っていうグループで活動してんのに、青原、違う、それまだ結成する前な。うん、結成してた。だって結成したのいつか覚えてる。そっか、ごめん。え、でも違うの、これは理由があって、ポンちゃんはいなかったの、その時。あの、誘うって思ったよ、チーターも。チーターもギリギリに行った、勝手に。皆さん、聞きましたか。なんでなんでチーター、怖いじゃん。どういう系の映画、可愛いよな、変な家。なんかさ、自分の家とさ、変な家、怖い、可愛いよ、怖い、今可愛いって言った。あの、間取り確認したくなるし、重ねちゃうくない、自分の家と。うわって感じ。え、なんかそんな感じ。怖い。お化けとかはおらへん。お化けはおらんけど、怖いからさ、やめて。私さ、明日、でも明日作ってた、初めてホラー映画見に行く、そういうホラーではない、怖い話せんといて。行けた、行けた、チーもっと怖いの見てる。あ、行ける、コメディー、え、どうなんやろ。で、怖いホラーやと思ってんねんけど、勝手に。途中退出する人もいる。でも、テンナは全く怖くないって言ってたよな。変な家、あいつだな。チンタンは行けた。18歳けどさ、どっちもさ、ホラー映画見たことないから。18歳って表現むずいから、こうやってやってる、最近映画館は静かにしたから。確かに。
アミがバトントワリングしてる。18。まあ上手アミ。アミちゃん。18歳のポーズ怖いでみんな。そうな。18って手で作れないでしょ。だから。ありえん。自分の顔と。映らへん。手が。映らんのかい。そう。ポンちゃん。18歳のポンちゃん、チータン、お約束してる。何を約束？ 18 歳の、いや、今17歳のポンちゃんはさ、あの、今日行けなかったから、うん、18歳のポンちゃんって約束してる、うん、未来。そうね。あ、怖っ。こんにちは、こんにちは。お風呂入ってるかな。18歳ですよ。そう、え、30、あ、そっか。そう、30で高校生っていう自己紹介を言うのが最後になるんです。やばいね。公園で。30歳ってこと？違うじゃん。え、チータン、ロイ歳っていう。あ、ロイ歳やめちゃった。ロイくんやった。だから自己紹介で高校3年生17歳って言ってたのが4月からは、は、アピールバラボボンしてほしいな、ありがとうございます、表敬出身18歳レイボンことになる。そうなんや。なんか短く感じる。チータン高校2年生になる。高校2年生、うん、信じられへん。チータン、ルイ君に会いたいって言ってるけど会わせてくれます。会いたい。家に、ここに連れてきてほしい。ここに連れてきたらダメじゃん、だって。そう、卒業証取りに行ってきました。実は卒業式、仕事で行けなかったんですね、私。で、ずっと取りに行く取りに行くって、あの、ルームスとかでも言ってたんですけど、取りに行きました、やっと。だから、ハガレイ10年説出てたんです。卒業しました、ツイートしてないから。ハガレイ留年説が出てたんですけど、卒業です。私は撮ってきました、ちゃんと卒業証書。はい、また写真載せます。昨日撮ってきたのでね、今ここにはないんですけど、ちゃんと撮ってきました。こうやって、こういう、こういうやつ。ハッピーバースデー。違う、コングラチュレーション。 Thank you。なんかレイは取りに行けへんくて、うん、先生が教室、うん、教室っていうか、なんか先生がいる職員室か、うん、職員室でなんか担任の先生がこうやってやってくると、ちゃんと優しい、優しい、優しかった、優しかったです。そう、そうです。みゆさんの生誕祭までは高校3年生って言います。やばい。そっか、もうやん、もうやん。あ、チータも次の公演からあれや、今夜も。え、4月、次、こいち逃した言う。最後、最悪や。こいちを冷めてきんかった。できんかった。うわ、最悪。充実頑張ってねって、ありがとう。全然泣かんかったです。何が？卒業写真受け取った時。全然泣かんかった。やっと受け取れてよかったって。お菓子くれたもんね。え、そう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 、その時に先生がお菓子くれたんですけど、そのお菓子をヨチとチーと分けっこしました。チャンシもレインボースターありがとう。いなかったじゃん、君。バーされる、バーされる、バーされる。赤ちゃん。炭酸せんべい、レインボースターありがとう。ポンちゃん、お誕生日前夜祭おめでとう。ありがとう。嬉しい。ちょっと怖くていけへんかも。一緒に我慢、我慢しよう。いいよ、ここに。確かに、制服ディズニー、制服ユニバ。え、レイさん。制服ディズニー行った。え、なの、制服ユニバしたことある？なんか破れてない？服に。
怖い怖いよ。何か鏡が欠けてんの。え、誰もいない？今え？あ、配信に。怖いよ。なんかね、今ねこの部屋のドアが急に開いてんの。誰もここにずっとみんな座ってたから誰もドアには触れてないんですよ。なのにカチャンと開いたよな。怖いよ怖いよ。びっくりした。めっちゃびっくりした。よし、みんな配信まで聞こえるやって。びっくりした、マジでほんまにびっくりしたんやけど。え、心霊現象と初めて遭遇したんやけど今。怖くない今の。風とかで動くドアじゃないよな、うん、てか風入らないんですこの場所。こわ、キヨめっちゃ可愛い、ありがとう。え、風が入る場所じゃないんですここは、うん、こわ、うん、怖いよ。え、なんかめっちゃ重たいドアやからなんか自然現象で動くドアじゃないよな、うん、しかもこの部屋には風とかが入ってくる場所が全くないんですよ。ちゃんやまくまありがとう。怖い、うん、ちーがちー一緒にお誕生日おめでとうございます。ありがとう。レイのお誕生日お祝いしに来てくれたんかな。うん、え、怖い怖い怖い、さっきから変な音してて、怖い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 よ。かわいいってありがとう。こんばんは。え、今何時なんやろ、もう何のかな時間。どっから変な時間捨てにしてるのかな。え、映ったかもの通称で怖いけど映ったかもの映ってないよ。何時間。え、あと2分で誕生日しな。早い早い。あ、ありがとう時間出してくれて。こんばんは。よしみめっちゃ笑っちゃう。レイたちがこうやってレイに怖がってるって知ったら怖くなっちゃうもんな。あ、ねえ、あれ思い出すって、あれ YNN さんのちょいこわだん。ほんまや、リコやもんな。リコ、目細い女子どう思いますか。え、かわいい。レイ笑った時に目がなくなる子とかめっちゃ好きなんですよね。本当にね。あ、私ですみたいな目で。あ、でも可愛いけどさ、そのあ、私みたいな感じで出てこないかも。ごめん。超可愛いよ君は。君は超可愛いんですけど、あのなんか垂れ目。レイは釣り目でなくなっちゃうタイプ。それがケイトさんみたいな。釣り目線でいいかも。分かってる、分かった分かった。ごめん、なんでもない。そう、垂れ目で壊れた時に亡くなるケイトさん。かわいい、かわいい。そういう子です、そういう子好き。やばい、男女読みしないと。すごい、今何位やろ。あ、20位になってる。ギフトランキング特別企画20位。すごい、やはじまった時26位やったよ。え、すごい、イエーイ、おめでたい。ハッピーバースデーすぎ。ハッピーバースデー配信でした。31日にまたします。30日は公演でできないので。ではそろそろ男女見してます。寂しい。何これ。あ、タクくまありがとう。男女見しますね最後に。13位トマトさん、ありがとう。12位キヨ、ありがとう。11位ちゃんやま、あ、変わった。13位トマトさん、ありがとう。12位ヨウちゃん、ありがとう。11位ジョセフ、ありがとう。10位つりちゃん、ありがとう。9位ゆっちゃん、ありがとう。8位たむたむ、ありがとう。7位炭酸せんべい、ありがとう。6位たく、ありがとう。5位きよ、ありがとう。
4位ちゃん山ありがとう。3位ちゃんしもありがとう。2位かぶとありがとう。1位けんありがとう。ありがとうございます。ちょっと待ってね、なんかね、しんお団子ありがとう。ありがとうございます。あれ見逃してそうやねんな、なんか。まあでも大丈夫かな。18歳もよろしくお願いします。よろしくね。じゃあ最後にスクショタイムします。はい、はい、場所、あ、17、17歳のロイちゃん。これ17期さんがよくなやるなの。そうパクリあり。パシャ最後のポンちゃんバイバイ。パシャ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 、はい、ないですか。あ、うさぎさんポーズかしとこ。羊さんポーズは羊。私は18歳もよろしくお願いします。ぶりっこパシャ。では猫耳猫耳パシャ。あ、そう、18ポーズをしたい。ちょっと待って、こう18はこうです。パシャ。ハッピー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 。また明日フェス配信あるのかな、分からへんけど、明日もよろしくお願いします。え、17歳最後のポーズ何にする？うーん、いつものしといたら。あ、これしてない。ほらね待って、じゃあ最後の一個手前に進歩ポーズ。オッケー、はい、パシャパシャ。俺やんそう、空を待ってたな、ずっとね、突っ込んでくれなかった。パシャ、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんまた、え、18歳になったらさ、夜遅くまでできるのは結構嬉しいな。うん、はい、ではもうすぐ17歳のハガレイが終わるということで、皆さん17歳のハガレイにたくさん愛を届けてください。そう、これはレイの特許なのでねちゃうよ、グレーの特許です。ちゃうだ。ではありがとうございました。バイバーイ、バイバーイ、またね、17歳のハガレイちゃん、またね、ありがとう、今までありがとう、今までありがとう、18歳になってもよろしく、おやすみ。